よっ、木曜レッド大城ひかりです。今回は平塚市にやってまいりました。まあ平塚市と言いますと皆さんの中ではやっぱ湘南の海が近いなとかね、マリンスポーツが盛んだなというイメージあると思うんですけども、富士山が見えたりとかね、絶景もすごく楽しめる場所なんですけども、この平塚市に話題の施設が新しくオープンしたということでね、来たんですよ。しかもそこではあるアクティビティができるということでね、僕も潜入していきたいと思います。レッツゴー。さあ、ということでやってきたのはこちら、4月28日にオープンしたばかりのジ・アウトレット湘南平塚でございます。もう建物が大きいのが入り口でわかるし、この自然もすごく綺麗、おしゃれでね、今回僕がアクティビティをやる前にこの施設自体潜入しちゃおうかなと思いますんで、いいものがあったら買います。早速行っていきましょう。楽しみだな。ジ・アウトレット湘南平塚にはアウトドア用品を扱うスノーピークで焚き火体験ができるエリアや、小田原海鮮ととまる食堂など10店舗が集まったフードコートのほか、およそ150もの店舗が集結。さらに富士山を見られる展望デッキや大型モニターでパブリックビューイングを楽しめる広場と盛りだくさん。コンセプトは五感を刺激する場所、ライブプレイ&フィール。そんな今最も注目のスポットでできるアクティビティとは？うわ、すごい、コート、サッカーしてる。そう、ここでできるアクティビティとはフットサル。コートは3面もあり、縦に使えば7人制のサッカーソサイチもできるそう。しかもちょっとコートの横にキングベル一世、なんか可愛いじゃん。この施設は何ですかね。入ってみますか。一回行っちゃおう。うわ、すげえ、ユニフォームだ。なんかこの色とかめっちゃ見たことあるな。黄緑というか、かっこいい。すっごいわ。ここは J リーグで活躍する湘南ベルマーレが監修したフットサルコートのクラブハウス。1968年からの歴史がすごいよ、ここ。こんにちは。あ、こんにちは。湘南ベルマーレでサッカースクールのコーチしてます、北井元気です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。湘南ベルマーレって、あの湘南ベルマーレ。そうです、あの湘南ベルマーレです。北井コーチは昨シーズンまで F リーグ、日本フットサルリーグの湘南ベルマーレで活躍していた元選手。なぜそもそもこれは湘南ベルマーレさんが監修 したんですか。地域の皆さんのスポーツ振興ですとか、あの地域貢献もしたいなというところで、はい、あのこういうフットサルコートを、させてもらってます。あの大人の方を対象にしたフットサル教室がありまして。大人の方、はい、よかったら。大人ですもんね。めっちゃ大人、27歳。いや、僕あのサッカー未経験でちょっと心配な部分はあるんですけど、そういう初心者の人はできるんですか。もう本当に初心者の方を対象にしてまして、僕みたいな初心者の方がむしろ来てほしいぐらい。やってみたら、あ、フットサルこんな楽しいんだとか、よりこうフットサルってものを知ってもらえるきっかけになるかもしれないです。ちょっとやる気湧いてきました。これ必要なものとかありますか。もう靴さえあれば。靴買おう。靴買いたい。ここいいじゃないですか。もうみんな大好きアディダス、絶対にいいのありますよ。行ってみましょう。うわ、すごい。店内には多くのスポーツ用品からカジュアルウェアまで豊富なラインナップを取り揃えています。これとかめっちゃかっこよくない。俺今日このロケやるって言って調べてきたんですけども、なんか今このちょっとここがソックスっぽくなってるのがフィット感があっていいっていう情報をね、聞いたんですよ。本来こういう靴だもんね、普通のここが。これがいいね、これにします。一緒に靴下も購入。
さあシューズと靴下もバッチリ揃ったので大人向けのレッスンに挑んでいきたいと思います。ご参加いただきありがとうございます。もうすごいいい天気で皆様ありがとうございます。ちょっと寒くなってもあれなので、 あんまりこう喋ってる時間ももったいないので、もういきなり動きましょう。まずはウォーミングアップ。はい、それでは皆さん、どなたでもいいです。2人組作ってみてください。2人組、誰か2人で1個のボール使います。人気ゼロ。お兄さん、お兄さん、お願いします。お願いします。インサイドキックやってみます。インサイドキックってなんだと、足の内側くるぶしのちょっと下らへんですね。ここを使ってキックしていきます。足の裏で止める。上からちょっと上から踏むやってみますね。上から踏む、これバツですね。これバツです。こうならないように足の裏見せて待っとく。この2つです。インサイドキック、足の裏、やってみましょう。スタート、いきます。ほい、あ、なんか見せる。うわ、今のつま先をこうじゃなくてこうした状態で蹴りたい。あの方が足首が固まる。こうじゃなくてこう。そうそう、あ、バッチリ。それいいですね、それいいですね。こう、あ、そうそう。それであとは当たればいいボール。ちゃんと当たれば、はい、あとは当てれば。こっち、こうか。お名前は何て言うんですか。つつみさん。つつみさんめっちゃうまい。つつみんって呼びますね、じゃあ。つつみん。シュートの練習にも挑戦。決める、ナイス。そして最後は試合をしました。はい。ナイス。あ、惜しくない。縦にワンツー。ポップ。うわー、イエーイ。練習でやったことないやつ。やった。ちょっと地元だったりすると近いところにフットサルのコートができるのってどうですか、横さん。すごいいいです。もう綺麗だし。もう 何より、うん、綺麗、ね、一日中やっぱ時間、公園もあるし、うん、はい、買い物もできるし、うん、大人も遊べるし、うん、何でもできるんで、いいところだと思います。ママさん目線の意見も聞けました今。めっちゃ大事なんです。皆さんにとってこのフットサルとは。僕はお友達作りの場だと思ってます。いい言葉じゃないですか。そうですね、私はこういう場で主人と知り合ったので、出会いになってくれる。そうですね。元気コーチが引退しちゃったんですけど、去年までフットサル選手だったので、はい、見るのも楽しくて、やっても見てもいい。めちゃくちゃ楽しかったですね。やっぱりこの北井元気さんがコーチをしていることもあって、本格的なフットサルを僕みたいな初心者でも楽しめる、しかも初めましての皆さんがもう一回チームになったら絆も深まって、もう仲間そのものみたいな、この時間がねすごく楽しかったんですけども、ちょっとこの後買い物したいなと思いますけども、この濡れたまんまじゃなって思うじゃん。噂によるとここシャワーあるらしい。なんで僕もシャワー浴びに行ってきます。ということで、以上、木曜レッドの大島ひかりでした。楽しかったです。バイバイ。